場外から見た、キーンランド競馬場。キーンランド競馬場は、アメリカ合衆国のケンタッキー州レキシントンにある、サラブレッドの平地競争を開催する、競馬場である。賭博施設のほかサラブレッドのセリーチ、競馬関連資料を収集した、資料館があることでも知られる。キーンランド競馬場自体は1935年8月29日に、ジャック・キーンという人物によって、 歴ントン西部の農地147エーカーに建設されたものである。当時は馬券販売や賞金などはなく、競争場の競売用競争が行われていた。その後競売で得た収益をもとに、本格的な競馬開催に展開され、1936年より4月、及び10月に、一般的な競馬の競争を行うようになった。キーンランドの競馬開催は、 主に4月頃と9月頃に行われる。春季には同競馬場の競争で最も知名度が高く中部地区のケンタッキーダービーへの最重要プレップレースとなっているブルーグラスステークスが行われる。また、周期の競争はブリーダーズカップ各競争へのプレップレースとしての性格が強い競争が多くあり、いずれも 各路線上の重要な通過地点となっている。キーンランドの競馬資料館は1939年に建てられたもので、開設以来競馬に関する映像ビデオ、写真のネガ、新聞の切り抜きといったあらゆる媒体を現在までに1万点以上収集している。また、キーンランド競馬場はとても保守的な傾向があり、1997年までは、 競争の実況にも覚醒装置を使わなかったほどである。この古めかしさを利用した例もあり、2003年に映画シービスケットの撮影が行われた際も、1930年代、当時の景色を再現するために、ほとんどのシーンがキーインランド競馬場で撮影されている。しかしながら、革新的な設備が取り入れられることもあり、2006年にメインコースが、 ポリトラックに転換された。2014年4月2日、メインコースのポリトラック仕様を、同年4月25日の開催をもって終了し、同年秋開催よりダートに戻すと発表された。2015年10月30日31日、キーンランド競馬場史上初、ブリーダーズカップが開催された。2020年11月6日7日には2度目の、 ブリーダーズカップが開催された。2022年にもブリーダーズカップが開催される予定。キーンランドで毎年4回行われる。キーンランドセールは世界的に知られたセリーチの一つである。キーンランドは解説の経緯からもセリーチとは密接な関係にあり、1938年4月にパドックでのセリが初めて行われている。 それぞれの開催月によって、競りの対象となる、馬の年齢などが異なり、毎年以下の予定で開催される。このほか,かつては7月にもイヤリングセールが行われており、そこからは1943年の開始以降、全部で11頭のケンタッキーダービーバーを排出している。しかし2002年を最後に休止され、2020年現在まで再開されていない。 このセールを通じた、キーンランドアソシエーション社のケンタッキー州競馬会に対する影響力は大きく、近隣のターフウェイパーク競馬場、ケンタッキーダウンズ競馬場の所有権の半分も、キーンランド社にある。州政府に対する影響も強く、ターフウェイパーク競馬場へのスロットマシンの設置許可が降りなかったのも、キーンランドの強い反対による圧力が大きい。 アメリカの他の競馬場と同様、楕円形の左回りコースを採用している。創設当初は、ダートコースのみで、後の1985年に芝コースが設置された。また2006年の夏から、ダートコースは、ポリトラックに置き換えられていたが、2014年の春、開催をもって、ポリトラック仕様を終了し、同年秋開催よりダートに戻すことになった。 レースコースのような施設の種類を示すごはない。キーンランド競馬場、ポリトラックを、ダートに、転換、開催、運営、ジャパンスタッドブックインターナショナル、2014年10月と開閲欄、httpwww.bladthorse.com、ホース、レーシング、アーティクルズ、55,722、キーノーランドアドプッツニューフォーマット4ル、セール。 ありがとうございます。